ムハマド・ナジーブ・アイコール・ルバーイは、イラク共和国初代大統領である、アブドル・カリーム・カーシムと共に、1958年の王政打倒クーデターの指導者の一人だった。カーシムが首相として、権力の大半を掌握し、ルバーイは、主権評議会議長という立場で事実上の、初代大統領となった。主権評議会は3つの主要宗派のそれぞれの、 代表から構成されており、ルバーイはスンニハコミュニティの代表だった。1963年、カーシム政権は、バーストとアブドスサラーム・アー・リフラによるクーデターによって退陣させられ、ルバーイも大統領を辞任し、政界を退くことになった。そして、1965年に死亡した。A.B. カホーン、ベン、イラククロノロジー。 w-o-r-l-d-s-t-a-t-e-s-m-e-n.org 2008年5月25日閲覧。イラクプロフィール。U.S. Department of State 2008年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月25日閲覧。ありがとうございます。